こんにちは、加藤咲です。今回はですね、身幅の広い着物の着方についてご紹介をしていきます。身幅っていうのは着物の横幅のことなんですけれども、まあ、結構ですね、いただき物の着物だったりとか、リサイクルだったりとか買った時に、身幅が大きくて困ってますっていう声、本当によくいただくんですね。まあ、なので今回はね、まあ、その身幅が広い、横幅が広くて着にくいっていう着物の着方をご紹介したいと思います。で、裾と、まあ、上半身ですね、まあ、下半身と上半身に分けてご紹介をしていきますので、先にですね、裾、もう下半身についてご紹介していきます。裾決めるときにすごくやりにくいっていう方はぜひ前半をご覧いただければと思います。で、その後でですね、上半身についてもお話ししていきます。まあ、特にこう身幅が広い着物っていうのはここですね、ここが全然すっきりしなくて、もさってこうもさってここが生地がね出てきちゃうんですよね。なのでその辺の解説をしていこうかなと思いますので、まあ、上半身がここもさっていうのが、あ、私気になるっていう方はですね、後半の方を見ていただければと思います。続けてねご紹介していきますので、まずは裾から見ていただければと思います。はい、ではですね、こう身幅が広い着物の裾の決め方を、お伝えしていきます。まずはですね、まあ、裾の高さを決めていただくと思うんですけれども、まあ、決め方はね、いつもご自身がやっている方法でいいかなと思います。で、やっぱり身幅が広い着物になると、まあ、このままね、背中心真ん中にしたいと思ってこうそのまま合わせてしまうと、最初左側、まあ、上前側をこう合わせると思うんですけれども、結構ね、こう回り込んじゃうんですよね。横まで回り込んじゃう。で、なんなら反対側のこう脇の縫い目ですね。脇縫いって言うんですけど、これがね、前まで来ちゃう。まあ、こういうことがね、まあ、そのものによっては起こります。なので、やっぱりね、しっかりこう上前の位置っていうのを決めていかないといけないんですね。背中心がずれるのは気にしないでください。まあ、まずはこう上前の位置決めるんですけれども、基本的にはね、ここがちょうどね、正面から見た時に右足が隠れるくらいの位置に決めていきます。で、決め方としては、まあ、しっかりね、まっすぐ前にグッと引っ張りつつ、この左右のね、このバランスで場所を決めていきます。上前側をこうグッと引っ張っちゃうとものすごく覆いかぶさってしまうんですけれども、下前側をグッと引っ張ってあげると、はい、調整ができます。でもこっち引っ張りすぎるとね、今度は浅くなってしまうので気をつけてください。はい、ちょうどこう正面から見た時に右足が隠れるくらいの位置ですね。はい、横から見るとこんな感じ、この位置に決めていきます。はい、なんですけれども、まあ、基本的にはここで大丈夫なんですけれども、この脇縫いの位置もこの時に気をつけてほしいんですよね。身幅がかなり大きい着物の場合、もしかしたらこの脇縫いがね、結構後ろの方に来ちゃう方もいるかなと思います。まあ、それは相当身幅が広い着物だとは思うんですけれども、まあ、そうなった時にですね、しっかりと、まあ、この位置とこの脇縫いのバランスを見てほしいんですよね。やっぱり身幅が広い着物の場合、こう奥見線で合わせるっていうのが結構難しいんですよね。こう奥見線って、この足袋の右足の親指と人差し指のこの間、右足のね、こう分かれ目に来るといいって言われてるんですけれども、なかなか幅の広い着物って、まあ、自分の体に合ってない着物っていうことなので、ちょうどよくすることが難しいんですね。なのでこことここで、調整をしていくっていう形になります。はい、じゃあもう一回いきますね。で、まずは裾を決めてください。はい、で上前の位置決めていきます。ちょうど右足が隠れるくらいの位置で、反対側の脇の縫い目、この脇縫いの位置も、見て、しっかりと左右でバランスをとってあげてください。はい、そしたら一度開きます。はい、で下前を入れていくっていうことになるんですけれども、身幅が広い場合ですね、こう上前を調整した時に右手、下前を持っている手がすごくね、ピーンってなんかもう届かないぐらいのところまで行っちゃうことがあるんですよ。で、ピーンとやってると襟のところの生地もピーンって伸びちゃって、抜いた獲物が戻ってきちゃったりとかすることもあるので、これね気をつけてください。どうしたらいいかっていうと、こうピーンと張ってる生地、これですね、手繰り寄せてきちゃって大丈夫です。
こう手繰り寄せてきてください。手繰り寄せるときになんかこう上に持ってっちゃったりとか下に持ってっちゃったりとかしないようにまっすぐですね、まっすぐ真横にこう手繰り寄せてくれば大丈夫です。あの生地をピーンと張りやすいところに、手が来るといいですね。なので、前を合わせるときにこう裾の高さ決めて分けて持ったらもうこの時点でねある程度右手はこうクシュクシュッとクシュクシュッと持っちゃって大丈夫です。はい、それでそのままこう前の位置を決めていきます。いい感じのところに来たら一度開いて、はい、下前閉じていきます。まだねくちゃくちゃのままで大丈夫。はい、床すれすれで閉じてきて、閉じれたらつま先を上げていくんですけれども、このぐちゃぐちゃのままねぐちゃぐちゃのままこう閉じちゃうとここゴロ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 なってしまうんですよね。ちょっと紐した後とかに当たって痛いとかっていうことが起きがちだし、まあ生地もねすごいシュワシュワになってしまうので、ここはですね、まあ、くしゃくしゃって持っていって閉じたらですね、最終的にはこの線あたりでこう折り返すようにしたいんですよね。奥まで手届かなかったりすると思うんですよ。届いたとしてもこう全部巻き込んでしまうとあのすっごく歩きにくくなっちゃうんですよね。こう摩擦がすごくてあの全然足が開けなくなってしまって、あの本当に歩きにくくなってしまうので巻き込まない方がいいですよ。で、できればこのここで折り返したいっていうことなんですけれども、この時ですねくちゃくちゃって持って閉じますよね。そしたら、まあ、これちょっとしたテクニックなんですが、この指、まあ、2本でも3本でもいいんですが指を使ってこうひっくり返すようにグッと上に上げてほしいですよ。手をこうひっくり返すように。で、この時にね指がここに当たるといいです。この時に指がここに入ってグッと上げると、そのまま閉じてくればもう自動的にねこう畳んで閉じることになるので、このあたりがねあんまりゴロゴロしないですね。で、足さばきも良くなります。で、ここ注意点があるんですけれども、この折り返しですね、折り返しの位置が結構前の方に来てしまうとどうなるかっていうと、閉じてきた時に、まあ、見た目なんとなく大丈夫なんですけれども、歩いた時ですね、すごくね上前めくれた時にこう下前がこうなってるんですよね。すんごいねペロ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 めくれるんですよ。歩くたんびにこうペロ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 めくれて序盤まで見えてしまうっていうことがあるので、あんまり手前でね折り返しすぎないように気をつけてください。もうできるだけ入れ込む、もうできるだけ入れ込むんだけど無理には入れ込まない、ここだけ折り返してあげると、はい、いい感じになっていきます。まあ、説明しながらだとねどんどんぐちゃぐちゃになっていくので、もう一回綺麗にやっていきますね。まずは裾の高さを決める。両手で裾分けて持つ。で、身幅が広い場合は右手ちょっと先にねくちゃくちゃっと手繰り寄せちゃいます。はい、その上で上前の位置決めます。はい、左手床すれすれで閉じていきます。右足がちょうど隠れるくらいの位置で、ここと脇の縫い目のバランスを見つつ上前を合わせてあげます。はい、できたら一度開きます。はい、下前閉じます。床すれすれで閉じて、閉じれたらつま先を上げていきます。はい、指、小指、薬指、まあ、中指まで使ってもどっちでもいいんですけれども、はい、この指を使ってくるっとくるっと持ち上げます。はい、手をひっくり返すような感じですね。はい、で持ち上げます。そうするとねあの裾もしっかりとね、裾そぼまりになります。はい、そのまま上前を閉じていきます。はい、そのまま閉じていきます。閉じれたら下の手を離して、こちら両手で少しだけつま先を上げておきます。はい、これで、紐をしてあげてください。この位置とこの位置、そして、ここを裾をねあの下前をちょっと折り返してあげるっていうことですね。はい、身幅の広い、着物の裾の決め方はこんな感じになります。はい、ではですね上半身に行きたいと思います。今ですね下半身を決めて腰紐を結びましたっていう状態です。腰紐を結んだ後は上半身がね結構ぐちゃぐちゃになってるんじゃないかなと思いますので、まずはですねこれをきれいに整えていきますね。はい、脇の下のこの穴ですね、身厚口から両手を入れて、まずは後ろの端折りです。真ん中から両脇に向かって手をスーッと引いていきます。はい、左手はそのまま右手だけを出していきます。はい、じゃあ上からですね手をクロスさせて襟を持ち真横に引きます。1、2、3、
4で前のおはしょり整えていきます。中の手で右脇から左脇に向かって、はい、しっかり整えてください。これでね、ある程度綺麗に整えることができました。こう身幅の広い着物の場合はですね、横がね、まあ、やっぱ余るわけですよね。でどこに問題が起きやすいかっていうと、まあ、襟を決めた後すごくこうダボってなるんですよね。これがきっとみんな嫌だと思うので、ここを直していきます。はい、ということで襟を決めていきましょう。まあね、あのいつもやられているやり方でいいかなと思います。はい、一重上げもできるようであればやってください。はい、しっかりね襟を決めたら紐を押していきます。でやっぱりね、こう身幅が広いと、ま、後ろねすごくこう生地が余ってぐちゃぐちゃってなってるので、まあ、まずはねこれを脇の下に持っていきます。はい、この余り全部脇の下に持っていきます。はい、真ん中の方からじわじわじわと脇の下に向かってね、はい、しっかりとシワを取っていきます。はい、そうするとですね、脇の下余りを持ってきたのでぐっちゃぐちゃになってますね。なのでこれをねしっかりと折りたたんでいきます。タックを取るっていうんですけれども、こうね後ろの生地をグッと親指でグッと中に入れ込んでほしいんです。ここ、この紐の下ですねからグッと中に折り込んでください。はい、で前の生地はこう後ろにね、後ろに持っていくようにします。はい、こう余ってる生地をこう折りたたんでるイメージですね。こう折りたたんでるイメージです。はい、詳しくはね別動画でも解説してますので、そちらもご覧ください。はい、こんな感じで親指をねこうグッと入れてタックを取ってあげます。必要であれば上からもね、紐の上からも入れてあげてください。はい、こういう感じでね、あのすっきりすることができます。身幅がかなり広いと、だいぶこれ深くまで、だいぶ深くまで親指が入っていくかなと思います。でこう身幅が広い着物の場合はここですね、これがすごくたるみやすいんですよ。どうしてもここがねすっきりしなかったりするので、これはですね、この胸紐の下を引っ張ってあげるようにしてください。下を引っ張りつつ、まあ、この縦じわは後ろに持っていくイメージです。さっきのタックですね、タックのところに持っていきます。はい、そうするとねこっち側だいぶすっきりしたかなと思いますね。はい、しっかりと下に引っ張ってあげてください。まあ、この後ねここに縦締めしたりとか、あと紐をもう一本する方が多いかなと思うんですけれども、まあ、もう一本紐したり縦締めすることで、まあ、しっかりねこういう生地もピタッと押さえられると思うので、後からね上から入れようとしてもなかなか入らないので、今の段階でしっかり下にピッと引く、ピッと引いてこう紐をしてあげると、だいぶスッキリしてくるかなと思います。まあ、ただですね、着付け中にこう腕を上げちゃったりとか肩上げちゃったりとかしてしまうと、ここたるんできてしまうので、そこはなるべく肩を上げない、腕を上げないように気をつけて着付けをしてください。最後まで着付けができたら割とこう着崩れにくくなってくるので、特に着付け中ですね、肩上げたり腕上げたりしないように気をつけながら、この後の作業をしていただけるといいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひですね、何回も見て一緒にやっていただきたいなと思います。で、まあ、ポイントとしてはですね、下半身はまあ、真っ直ぐピンと持った時にこう右手側、下前側ですね、ここをちょっと手繰り寄せていく。はい、それでこう合わせてあげる。しっかり入れ込んだらこうくるっと返すようにして、つま先をグッと上げてあげると、自然と綺麗に折り返すことができます。まあ、ちょっとねこうテクニックになりますので、練習が必要になってくるかなと思います。この手の動きですね、こういう手の動き、しっかりこのエアーで何回か練習されるといいんじゃないかなと思います。こう手首とかまで動かさずに、本当にこの手だけですね、グイッと動かしていただければ、この部分だけがスッとね、下前のねつま先部分だけがスッと上に上がって、まあ、いい感じに裾すぼまりにできますので、この動きねぜひやってみてください。はい、上半身はねここがスッキリするようにこう下から引っ張るっていうことを意識してあげるといいかなと思います。着物をスラッと着こなすスレンダー着付け術についての無料 LINE 講座を開催中です。下の説明欄もしくはコメント欄から受講ができますので、ぜひご参加ください。